えー、そしてまた日系人のまた、子孫というのは非常におとなしいというのもあります、イタリア人とか比べると、あの非常に無口で、あまり政治的に声を上げていかないという性質があります、ほ、えーまあ、他の国の子孫の方が、その面では先にいってるかもしれません。 えー、そして、えーまあ、上院議員とか下院議員とか日系人から出てきていますけれども、まあ、人数的にはまだまだ小さいものがあります、まあ、NG というのはいっぱいありますけれども非常に弱いものだと思います、えー、そんなに大きな力を持った NGO というのは日本人の中にはありません環境問題に関しましては、まあ、ちょっと気をつけなければいけないんですね、えー、常に、えー 日本のブ,ラジブラジルの今というのは16位なんですね。アメリカ、中国日本、日本、そしてブラジルは16位になるんですね。そして、またそのブラジルの森林の雑災、アマゾンの森林の雑災ということになりますと。 非常に木炭を作ったりとかいうことがあって4位になってしまいます。ですから、非常にこれは気をつけなければいけないことなんですね。えーまあ、この木,木炭を作っていくというのは非常に気をつけなければいけないと思います、えーえーえー。36万トンの木炭というのを作って生産しているという現状がありますので。えーですのでえー ブラジルにおける、えー、伐採というものは非常にこう集中的に行われているそういうイメージがあるわけなんですけれども、えーどえーそのえー、カーボンという計算という面では、えー、慎重に、えー、考える必要があります。そそししてててこから、えー、流出されている木材に関しても、えー、例えば えーえー、牧草地として、えー、土地を使用することによって、またカーボンリターンというものもありますので、えー、より慎重に計算をする必要があると思います。えー、また、あ、例えばその大豆の栽培、大豆生産というものがどれぐらいの、えー、カーボン排出、えー、汚染に関わるのか、えー、そういった全体的な。えー 流れのの中で MDL というものを考える必要があります私はちょっとそういった現在よく見られる考え方に対しては疑問を抱いておりますしカーボンの価格というものを考えましても本当にこう非常にさまざまな意見がありまして8ドルという意見もあれば10セントという意見もありますし。 本当にこうそのカーボン市場に関しては、えー、いず全しても私は非常にこう多くの疑問を、えー、持っております。えー、例えばですね、えー、みつ日本の三菱社、えー、もしくはそのアメリカのフォードとかですね、そういった、えー、多国籍企業が。 ブラジルにおいて、まあ、何ヘクタールかそのある一定の土地を20年間とか30年間とかコンセッションとして使用したとしたらばそれがどういった形での官房市場に影響するか、えー、本当にこ,うこれに関してはさまざまな意見が交錯し,していますし真っ向からぶつかり合うの意見もありますので非常に慎重に考える必要があると思います。 えー、あの非常にたくさんですねあのいろいろな問題点を指摘されましたで、えー、明日、明後日と、えー、議論も続けられますので,でぜひ、えー、またあのいろいろなコメントいただけたらと思います、えー、ちょうど時間となりましたので、えー、これで、えーえー、本間先生のご発表をおしまいにしたいと思います。本当にありがとうございました <laughs>